子豚、タヌキ、キツネ、猫の動物指人形の作り方を考えてみました。こんにちは、折り紙作家の神木です。お子さんと一緒に歌を歌いながら使うと楽しいですよ。壁面飾りに使ったり、お誕生日カードに貼って使うのもいいですね。この動画をご覧の方の中には保育士さんも多いかと思います。そこで今回は保育士さんのお役に立つサービス、保育愛をご紹介します。無料の性格診断から AI マッチングで自分の性格に合った保育施設を見つけることができます。まずは概要欄のリンクから保育愛公式 LINE アカウントをご登録ください。保育愛の LINE に登録すると、保育士さんを243パターンに分類した無料の性格診断ができます。自分がどの保育士タイプかぜひ診断してみてくださいね。自分に合ったところで働きたい、自分に合う施設はどんなところか知りたい、長く働けるところを探したいという方におすすめです。保育施設の情報を閲覧できるほか、保育士さん同士でお悩み相談、意見交換ができる機能もあります。まず4つの動物に共通するこの形を作ります。15センチ角の折り紙の白い面を表にして半分に折ります。次に半分に折ります。次に一番上の隙間を広げて三角に畳みます。裏返します。上の1枚をまず反対側に倒してから、同じように隙間を広げて三角に畳みます。次に上の1枚の斜めの縁を真ん中から5ミリぐらい離しております。反対も同じように上の1枚の縁を真ん中から5ミリ離しております。これで動物の頭の共通の形ができました。キツネの頭の作り方です。まず頭の共通の形を作ります。次にここの角を起点にして少し斜めに折ります。上から1センチぐらい下のところですね。はい、このぐらいのところで折ります。反対も同じようにこの角のところを起点にして斜めに折ります。裏返して狐の頭の出来上がりです。ペンで顔を描きましょう。猫の頭の作り方です。頭の共通の形ができたら、次に上の角を折ります。裏側の縁に合うように角を手前に折ります。反対側も同じように折ります。次に横の隙間を広げて、はい、四角に畳んで折ります。反対も同じように横の隙間を広げて、はい、四角に畳んで折ります。次に上の縁をこの斜めの縁に合うように折ります。反対も同じように折ります。そして角を少し折ります。そして下の角を上まで3分の1ぐらいの幅で折ります。裏返して猫の頭の出来上がりです。
ペンで顔を描いたり模様を描いたりしてください。子豚の作り方です。頭の共通の形から始めます。まず上の三角部分を手前に折って、この縁と合わせたところで折ります。反対側も同じように折ります。次に横の隙間を広げて四角に畳みます。反対側も同じように横の隙間を広げて四角に畳みます。次に上の部分を向こう側へぐるりと回すようにして、手前の三角が上に来るようにします。反対側も上の三角部分を向こう側へ持っていって、手前を上に上がるようにします。表から見るとこのような感じになっています。そうしたら内側の斜めの縁を横の折り筋に合わせて折ります。反対側もこの折り筋をこの横の折り筋に合わせて折ります。次に上の横のこの縁を斜めのこの縁に合わせて折ります。反対も同じように折ります。次に横の角を少し折ります。そして、下の角を上まで3分の1くらいの幅で折ります。裏返して子豚の頭の出来上がりです。鼻も全部手書きにしてもいいんですけれども、別パーツで作る場合の作り方もご紹介します。鼻を別パーツで作る場合は、縦横4分の1サイズの紙 3.75 センチ角の紙をご用意ください。白い面を表にして、まず三角に折って戻す、三角に折って戻す、で対角線の折り筋をつけます。そして4つの角を真ん中に合わせて折る座布団折りをします。向きを変えます。そして上と下の角は真ん中に合わせて折ります。そして左右の角は、少しの幅で折ります。裏返して、子豚の鼻パーツの出来上がりです。本体に貼り付けてください。タヌキの頭の作り方です。頭の共通の形から始めます。まずこの角を起点にして、上の三角部分を手前に折って、裏の縁と合わせるところで畳みます。反対も同じように折ります。次に横の隙間のところを広げて四角に畳みます。反対側もこの隙間に指を入れて広げて四角に畳んでおります。次に上の角を
少しだけ折ってこう、耳に丸みがつく感じにします。次にこの角のところを起点にして折って、ちょうど、この角が真ん中の折り筋と合うところね、そこで畳みます。反対も同じように、上のこの角を起点にして軽く折ったら、ここの角は真ん中の折り筋に合うところですね、そこでしっかりと畳みます。そして、下の角を上まで3分の1ぐらいの幅で折ります。裏返してタヌキの頭の出来上がりです。目の部分は手書きでもいいですが、別の紙でこういったパーツを作ることもできます。タヌキの目の周りのパーツを別の紙で作る場合は、本体の縦横2分の1 7.5 センチ角の紙を使います。タヌキの目の周りのパーツの作り方です。白い面を表にして対角線に折り筋をつけます。三角に折って戻す、向きを変えて三角に折って戻します。次に上の角を真ん中に合わせて折ります。そしてついている折り筋で下部分を上へ折ります。そして上の角を下に合わせて折ります。次にこの斜めの縁のところで両方を折ります。次に真ん中の縁を外側の縁に合わせて折ります。はい、今折ったところを戻します。そして横の、この隙間を広げてついている折り筋で畳みます。反対側も同じように隙間を広げてついている折り筋で畳みます。裏返します。次にここの角をこの下のところに合わせて折ります。そして下の角を上まで3分の1ぐらいの幅で折ります。裏返してタヌキの目の周りのパーツの出来上がりです。このように貼って、こちらは5ミリの事務用丸シールを使っています。この耳のところも、事務用の丸シールを貼っています。手書きでもいいですね。これでタヌキの頭の出来上がりです。では指を入れるパーツの作り方です。頭が15センチ角に対して、指を入れるパーツは 7.5 センチ角の紙を使います。白い面を表にします。半分に折って端だけに印をつけます。端だけ少しで、ここに半分の印がつきました。そしたらついた折り筋に合わせて下を折ります。次に片方の縁をだいたい真ん中ぐらいのところに合わせて折ります。次に反対側の縁を
ここは指の太さにもよるんですけども、端から少し離したぐらいのところに合わせるといいかなと思います。大きめに作りたい場合はここの折る幅を少し広くして調節してください。はい、このように折ったら、折ったらところを一度戻して、この隙間ですね、この下部分のここに反対側の角を入れ込むようにしてつなぎます。このままだとちょっと外れやすいので、ここは、糊やテープなどで留めるといいかなと思います。はい、これで指の出るパーツの出来上がりです。そしてパーツに表面テープなどをつけて頭のパーツを貼り付けます。これで動物指人形の出来上がりです。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価もいただけたらとっても嬉しいです。それでは次回まで、さようなら。